あーしゃーやっていくでぃ。前回ね、ベーダちゃんと、ベーネちゃんと、ベータってあれや。ベーネちゃんと一緒に行くことになったんだけど、ちょっと装備品とか見てみたんだけどね、全然なかったんで。回復魔法とかよりさ、とりあえずは、補充魔法にしてこうか。回復はさ、レイクが持ってるしね。うん。で、あと武器防具を買ってあげなあかんよな。あれ？お？あ、こうか。シフトね。あ、弓が装備できるんだ。なるほど。あ、他のは装備できないと。アタックとクリティカルが上がるけど、ヒットが下がるか。まあ、買うか。あと、フレームね。防具。あ、やっぱりローブなんだね。ローブも買ってあげて、スフィア。新しいの増えてるかな？増えてないね。増えてないね。こう、火属性を追加とかな。ちょ、まあ、ちゃうね、ちゃうね。スフィアの、ガーダースピアで、あ、ハットが装備できるんだね。ハットとブースが装備できると。動いてるのが装備できる。じゃあ、これ1個と、これ1個買ってあげるか。これでいいやろ。アーム装備。ガーダースフィア。ハットと、うん。ブーツと。いいね。で、あと武器が弓ね。うん。いいんじゃないでしょうか。次はどこ行ったらいいんだろう。どこ行くんだ。おいしーす。まったく物騒なことだ。そうですね。うん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 。そうですね。あー、じゃあこういう時はディスティネーションで確認やな。イリエナに挨拶をする。はいはい。じゃあイリエナのとこまで行けばいいのかな。じゃあちょっこら行くかい。んー、まあまずね、お母ちゃん、お手伝いさん何やっとんの。そう、ホーイックに行ってくるの。そうなんす。だから少しの間この界隈を留守にする。それで用事が終わったら戻ってくるの。なんとも言えないな。多分長旅になると思うぜ。ごめんなさい、デナさん。私のせいで。いいんだよ。私はレイクを困った女の子を見捨てるような子に育てた覚えはないんだから。レイク、ベーネちゃんをしっかりとボディーガードしてあげるんだよ。わかっている。守られたのは、守られたのは俺やけどな。ただでさえすでに一度助けられて、挙句にこんなことになっちまったんだ。これ以上下手れた真似なんか。せやな。さてと、そろそろ行くか。そうね。どうやって行くの？ああ、ちょっと待って。なになに？ホーイックって言ったら結構遠いでしょ。そうですね。いろいろ物入りかもしれないから。選別なら結構だ。まだ何も言ってないのに。言わなくてもわかる。いいじゃないの。そんなに固いこと言わなくても。そうよ。行為は素直に受け取っておくものよ。ベーネちゃんは素直やな。ベーネはなんで何を言い出すんだ。とにかく結構だ。さあ行くぞ。おーん。おーい。行っちゃいましたね。あの娘も災難だよ。よりによって、レイクみたいな僕年人と旅をするなんて。でもレイクくん、なんだかんだ言って、あなたしく見えましたよ。ねえ、なんです？あの子、なんだか不思議な感じがしなかった？さあ、私は特に何も。私の気のせいかしら。きっと天使だからじゃないですか。えさ、え見た目は人間そのものでも、やっぱりどこか感じるものが違うか。あ、天使っていう話はしてるわけね。はいはいはい、そういうことね。そう、なのかね。天使っていうのは一般的にみんなにさ、知れ渡ったんだかね。あの顔は。意外とみんな天使っつってもびっくりしないもんなのかな。なんで嘘を吐いたの？嘘？おい、で何があってもここに戻るつもりはないんでしょ。これつもりって読むらしいですね。読めへんよこれ。これでつもりって読むか。普通書かへんやろこれ、つもりで。ああそれか。言えるかよそんなこと。戻る気ないの。俗に言う知らぬが仏だ。だとしても選別ぐらいは受け取ってもよかったんじゃないかしら。ただでさえ嘘を吐いているんだから、せめてそれぐらい。バカ言え。この前の報酬だって何のかんの言って報酬に1000上乗せされたんだ。いいじゃない。人の行為は素直に受け取るものよ。何が行為だ。いつまでも子供扱いしやがって。俺はイーブルスイーバーとして独り立ちして自分一人の力で飯を食ってるんだ。親にとったら子供はいつまでも子供やで、ほんま。そこに半端な手心をかけてたら、それはすなわち半人前扱いってことになる。それは違うわ。考えすぎよ。何が違う。
あなたはイリエナさんの子供なのよ。独り立ちしようと、いくつになろうと。だから小遣いあげたい時もあるはず。どうせろくな食べ物食べてないんだろうから、たまには美味しいものでも食べなさいって。やれやれ。もういい。さっさと保育に行くぞ。わかるよ、その気持ち、ベーヌちゃん。まだ子供なんや。許したって、お？なんや？どうした？おいおいおい、ちょい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 、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くのよ。なになに、もうついていけへんみたいな、もうついていけへんみたいな、早いよ、ちょっと喧嘩は早いよ、それ。どこ行くのよ。なになになに、ちょいちょい、あ、お墓の前か、まさか。そういうことですか。なるほど。何かただならぬ気配を感じたんかい。どうした？どうした？ベーヌちゃん？え？なになに？お前、泣いているのか？なになに？どうした？私何して？完全に多重人格者やな、ベーヌちゃんは。急に気が遠くなってここに。周りの風景を見渡したら、なんだかとても悲しくて。どうでもいいけど涙拭けよ。ほら、ハンカチ。ハンカチ持ってるなんてなかなかこじゃれてるやないか、レイク。こんなとこ誰かに見られたら俺が流すだと思われちまうだろうが。ましてイリアニナに知れたら最悪だ。怒り出して手に負えたもんじゃない。ありがとう。もう大丈夫だから。レイクは優しいね。不器用だけどな。冗談言うな。同じ青髪だしさ、同じ親っていうことがあるのか。俺はクズだよ。自分で自分のことクズだって認識してるうちはまだ大丈夫だと思うで。うん。うん。で？と！と！どうやって行くの？あそこまで。徒歩？徒歩っつか陸路で行けんの？あそこまで。ホーイックへの行き方を教えてください。お願いします。街の人とか知ってるかな？陸路で上に上に行ったら意外といけるんかな？それがちょっとわからんけどね。ちょっとホーイックへの行き方知らん？うん。同じことしか喋らんないやないか。一貫セーブするか。いつ全滅するやもしれん。ほんま。わからん。そうですね。平和だよな。平和ですね。上に今日いいの？じゃあ。こっち？あそこか、あの丸ポッチか。こっち？あ、いけるね。意外といける。意外と突き進める。敵は？どうなの？あ、あんたら。あんたらならええですわ。はいはい。ポン、ポポポポン、パラポンポンポン。道具のダメージが意外とうざったよね。よーし。パーポー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 。フィールドの BGM 変わってるって、多分これ多分から前のフィールド BGM はそんなに覚えてないけど、こっち、うえ、さてさて、橋を渡ると敵の強さが一新される、ドラクエ方式でござったりいたしますかね。はい、ただの雑魚でした。結構いけるぞ。結構さサクサクといけるが、いけるが。おーおーおお、変わった、敵が変わった。強いんか、急降下強いんか。ちょー、ベーヌちゃんはやめてよ、ベーヌちゃんにはやめてあげてよ。うわ、そんなに強くねえな。ちょっと待って、エネミーデータ見よう。こういう時のエネミーデータだと思います。あー、350か、ヒットポイント。そんなには強くないかい。天に弱い、毒とかに弱いと。まあええわ。つうことは一撃で倒せるはず。ほらね。なるほど。おーい、レイクに2だったら全然問題ないですね。ベーネに来るとちょっと厳しいが。で、これでしまいだ。経験値結構くれるんかな。どれどれ。あ、結構くれる。こりゃええわ。ポー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 。砂漠やな。あれ？上行けへん。ん？うわぁ、またなんかごっついの出たな。クレイバグだって。エネミーデータ。480。
結構強いそうだな。状態以上にはとことん弱そう。こういう時はアビリティの小島魔法なんか使ったらいいんとちゃうか。補助魔法を使うほどでもないよな、間違いなくな。コンフューズなった。コンフューズになった。アーシー107全体攻撃だと。あ、自分攻撃してる。雑魚やないか。よし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 、スローになった。状態異常今後結構ね重要らしいんだ。状態異常が、あ、治っちゃった。状態異常は重要らしいんだけど、まあまだ大丈夫だよな。よっぽどの強い敵が出てこない限りは、まあ大丈夫だと思うんだけど。あれ上行けへん。こっちからこう回っていくと、なんかいる、隠しとかがありそうだけどな、こういうところな。まああんまり探しててもね。わっしょい、わっしょい、わっしょい。結構敵がしんどいかもしれんね。そろそろゴールちゃうか。あーおーし、もうすぐそこやろ、すぐそこやろ、ここら辺やろ。お、これか、これか。はいはい、意外とあっけなくついたな。お、ホーイック、うんふん、ここがホーイックね。あのジジイが言うには、ここの教会が幼天使孤児を保護しているそうだ。あの土手の建物かしらね。あの鐘に十字架だろうな。なんか聞いたことある BGM。 エピソード5、ホーイックに捨てられし幼天使の家。幼天使って呼んでいいのかな、わからん。なんかこの BGM 聞いたことあるな。なんだこれ。このホーイックは荒野の休憩地として昔から人々に親しまれてきた町だ。ちょっと一旦セーブしようか。トゥッ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 トゥ、一度も目撃されてないけど変な話だと思わない？いつも子供が捨てられるのがすぐ裏手の森なんだし、最初の孤児が見つかってもう10年近く、一度ぐらい誰かがそれらしい人影なんか見てかけてもおかしくないのにね。やっぱり天使だけに親は空から子供を捨てるとか。こんな荒野で天使が空を飛んでたらその方がよっぽど目立つじゃない。確かにそうよね。うーん、目撃されてないのか。なるほど。お、新しい武器防具、売ってくれよな。売ってくれよるよな。はい、売ってくれない。売ってくれないんですね。邪魔したな。ポッポコ、ポコポッポコ、ポッポコ、ポッポコ。ここやどやか。まあ、止まるまでもないけど、一応止まるか。サプリメントが若干ね、減ってるから。まあ、サプリメントの補充的な意味も込めて。止まってもええんじゃないかなーって感じやな。ポロポンバンバンバン。はぁ、起きた時の BGM はこれなんだね。なんとなくクロノトリガー思い出します。私だけでしょうか。ポロポンバン。意外と入れない、意外と入れるとこが少ないな、この街な。そうでございますか。お？ここかい？ここは教会。神を信じる人が救いと清めを求めて日々礼拝に来るところ。そしてかわいそうな幼天使の住まう。私も時々子供たちの世話を手伝っているの。天使ちゃんたちに会いに来ました。レイクって言います。ぜひ一人養子にください。何度言ったらわかるんだ。彼らは我々人間にとって貴重なサンプルなんだ。こいつ。あなたこそ何度言えばわかるんですか？彼らは天使と呼び名こそ違えど、血の通い心を持つ人間なのです。それだというのに、その彼らの気持ちを無視して、無視して当然だろう。研究サンプルに人権など存在しないのだから。こいつ。ああ、主よ、お聞きになられましたか。この者のなんと愚かで蟹式佐賀の爆発炉。あなたにはあの子たちがただの研究対象である肉袋にしか見えないのでしょう。しかし100歩譲ってそれを研究者の佐賀だとしても、あまりに悲しく、それ以上に愚かしく、そして傲慢。あなたには、しばらく、主の裁きが下るでしょう。本当やで。いい加減にしろよ。毎度毎度こっちがおとなしく聞いてればそうやってわけのわからない説教で煙に巻き上がって、しまいには力ずくでも持っていくぞ。それはまた、あなたにそれだけの力が終わりで。ホワイトウィングランボラトリーを見くびってくれるなよ。
なんだそれ。ローズバーグまではいかないが、それなりに権力がバックについているんだ。それとも今ここで俺が力を行使してやろうか。こう見えても俺は、昔はそれなりに鍛えていたな。イーブスイーパーをやってたこともある。引退してからだいぶ経つが、お前みたいになよなよしたボクシーなら十分だ。やれんの？意外とボクシー強いんとしちゃうの？少し話題を変えましょうか。実は私も元バウンティーハンターでして、主に銃を使っていたんですよ。それで癖と言いますが、人聞き悪く言えば中毒や依存症でね、常に銃を身につけておかないと落ち着かないのですよ。時にはそれでも飽き足らず構えることもあります。あんたか。こんな具合ですね。かっこいいじゃないですか、ボクシーさん。何かと思えば飛んだコケ落としだな。どうせ弾は入ってないんだろう。入っていますよ。銃と弾丸は二つで一つ。言うなれば夫婦のようなものです。その愛する二人を引き離すのは聖職者として、いや、銃を携帯してるのも聖職者としてどうかと思いますよ。何が聖職者だ。人に銃なんか向けやがって。本当やで。それは侵害ですね。私は主に十字架を掲げるとともに、自らの信念にもまた十字架を掲げているのです。ここでもし子供たちが連れて行こうというのなら、たとえ主がお許しにならなくても、私はこの引き金を引くでしょう。わかった。今すぐ帰る。そうですか。それはよかった。ああ、お待ちください。こいつここでやっといた方がええんとちゃうか。後で仕返しに来ると思うで。せっかくいらしたのです。祈りを捧げていきませんか。祈る者に対して、主は分け隔てなく、救いと清めをお恵みくださいます。すべての者に平穏と平等が認められる貴重な機会です。ふざけんな。そりゃふざけんなだよな。二度と来るか。ほんとかよ。10人ぐらい引き連れて来るんとちゃうか、こいつまた。場所間違えたか。俺たちが訪ねたのは、幼天使孤児を保護している温かい教会のはずなんだが。そうね。少なくとも十字架に血痕がついていそうな教会では。撃たれないよな。多分ね。大丈夫だと思うで、天使本人やから。失礼、お見苦しいところ。構わないだろ。口で言って聞くようなやつじゃない。ありがたいお言葉だって聞く耳がなければ時間の無駄だ。でも初めから撃つ気なんてなかったんでしょ。上で寝ている子供たちもいるでしょうし、銃声が目覚ましだなんて。どうやらお二人は物分かりの良いご客人のようですね。私はニクソン・クロムウェル、この教会の牧師です。してこの度はいかようなご用件で、幼天使孤児に会いたいんだ。と言いますと、ボランティアか何かで子供たちの世話を手伝ってくれるとか。残念だけどそうじゃない。こう言って信じてもらえるかわからないけれど、私も天使だ。さて、これはどうしたものか。そうだよな、大人の天使なんて存在しないはずのものがいきなり目の前に来てるわけだからな。お話はよくわかりました。教会とは元来、迷える子羊たちの集うべき場所。これも主の導きなのかもしれません。お二人を信じましょう。会わせてもらえるのね。ええ、案内しますので、2階の方へどうぞ。天使ってのは女の子しかおらんの？あ、え、この子たち全員天使なの？普通の子供たちに見えるね。どうですか？なんとなく、記憶が戻ってきたのか？いいえ。感じるの。私は以前、この子供たちを取り巻く事情に関して聞き知っていたみたい。本当なのですか？ええ。多分だけれど。でもそれは霧のかかった風景のようなもの。ぼやけた全体像が浮かぶだけで、細かに詳しいことまでは。それでも何か一つぐらい思い出せませんか？そうね。なんとか思い出してみるわ。何？だからマルゴを使って、それでちょうどホーイックの。でも、のリスク、まさか彼女か。え？もちろん記憶はって。エンビーは、その方が、ちょっと待って、聞いた子、捨てられても、え？どういうことだ？マルゴとエンビ。わからない。その二つの単語が聞き取れた。残念ながら現状では何もわからないようですね。正直に言いますと、あなたの記憶に少し期待していたのですよ。このホーイックに捨てられた子供たちの背後に渦巻く事情を知るチャンスですか。ごめんなさい、お役に立てなくて。いいえ、あなたには何の日もありませんよ。あなたとで子供たちに似た迷える白い翼。
主の導きのもとにここにいらした方ですから、私こそ勝手に期待を抱いてすみません。いえいえ、いいんですよ、ニクソンさん。でも記憶が戻った時は教えていただけますか。実際に知ったところで果たして私に何ができるかはわかりませんが、それでもご覧なさい、この子供たちの澄んだ瞳を。ここに何の罪かが。母親たちは何を思ってこの子供たちを捨てるというのですか。捨てる側の心の内か。なんか事情があるんだろうな。でもな、今後明かされていくんだろうな。お二人とも唐突な話でなんなのですが、もしよろしければ研究都市ホワイトウィングへ一緒に行きませんか。あ、さっきの死者がいたところ、あそこに何かあるのかい。ホワイトウィングラボラトリーです。それってさっきの人が言ってた。彼はラボから派遣された死者なのです。本来はイーブルの研究機関なのですが、最近は天使研究の方にも手を出している。なるほどね。ことの始まりは5年前、健康診断としてここの子供たちに一通り検査を受けさせたことでした。その名目で向こうがデータを取り上がっていたのは見え見えだったのですが、いかんせん子供たちも天使ですから、もし病気になった時とかに困るので健康診断を強化しました。結果、向こうは基礎データを得て天使研究を開始しました。なるほど。しかし所詮は基礎データですから、限界はほどなくやってくるはずです。そしてより詳細なデータを欲しがり、定期的に死者を送ってくるようになりました。子供たちをラボの方に引き渡せと。初めのうちは物腰穏やかだったのですが、断り続けて数年、最近は少々柄が悪くなりました。なるほど。確かに五郎付きでも雇いそうな勢いだ。無神経な連中ね。子供たちの気持ちも考えないで。そうだな、危ないよな。ですから今度は私が教会代表として向こうに赴き、態度の改善を強く求める。いやいや、無理だと思うで。いや、それ逆効果だと思うで。もっとも先方からは散々に見下され、アポの一つもろくに取れませてんとで。まあ言ってしまえば仕掛けです。きついんじゃないかい。でもそれと私の記憶に何の関係が。交渉の際には、ここがこちら側の知る権利に基づいて天使に関するデータの開示を求めます。あるいはあなたの記憶を手探る手助けになるかと。なるほど。確かに。それでラボの連中の面も拝める。悪くない話だ。それではご一緒に行くということで。いいっすよ、別に。ニクソンさん。つうか、あんたがここをさ、離れちゃってさ、子供たちは大丈夫なの？北の港から船に乗るのか？ええ。大陸、北端の近くの東部大陸港から船が出ています。ただし、ホワイトウィング直行ではなく、その途中で海上都市ユベスを経由。ユベス到着後に改めてホワイトウィング行きの船に乗り換えるという手順を取ります。長旅になりそうだね、それね。そういえば、ニクソン。子供たち、そう、そこが気になってた。子供たちの世話はどうすんの？だな。見たところ、神父もいないようだし。確かにここには神父はいません。私の他に数名の神官たちを責任者として、あとはこの町の人々のボランティアで運営されているのです。私が教会代表でホワイトウィングに行くことはすでに皆さんご存知ですので、私が留守の間は皆さん子供たちの面倒を見てくれます。なるほど。なら大丈夫ね。本当は？子供たちを取り巻く現状は決して好ましいものではありません。スパイか何かが一人ぐらい紛れ込んでてもおかしくないと思うんだが、少しでも上向くように向こうではできる限りのことをやるつもりです。なるほど。それでは参りましょうか。ああ、行くの。行ってらっしゃい、ニクソンさん的な。うん、そういうことは言ってくれない。装備品はニクソンさんレベル9か。ブローンズガン。ちょっと待ってステータスでさ、こいつは何系が得意なの。間違えた。ほら、ヒーラーって書いてあるじゃん。回復魔法と補充レベルが6あるんだよね。すごいね。ニクソン君は、あ、こいつもさ、あれなんだ。回復と補助。じゃあ、レイクに攻撃魔法をつけて、レイクに攻撃魔法をつけるじゃん？そしたらニクソンには、回復魔法をつけようか。そうだね。回復魔法。ガーダースピアでなんか装備させる。あれ？装備できない。こいつもハット系か、もしかして。まあいいや、ちょっと武器防具新しいの見てみるかい。パッパラッパラッパー。パラパッパラパッパラパッパラ。今装備してんのこれか。上がるが ディフェンスが下がる。こっちにしとっか。ガーダースピア。ハットか。ハット系か、お前さんも。ちょっとリザレクトスピア、カット効果5個ぐらい。結構今後使いそうになりそうだしね。ニクソン。ガーダースフィア、ハット。ガーダースフィア、ブーツ。おし。
で、次の目的地が、大陸北とか言ってたな。ディスティネーション。あそこか。なるほど。もう外に出たらええの？じゃあセーブするかい？ここまでの腕をセーブしますか？セーブしまーす。行ってくるよ。行ってくるよ。うん。特にニクソンさんに挨拶はしてくれへんのやな、みんなな。今あそこやろ？どうやって行くんだろう？右側からぐるっと回る感じかい？ん？うわあ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 、でもそんなに強くないか。そんなには強くなさそうではあるか。光に弱いっつってもな。ノーマルアタック。306。いや、意外と倒せるじゃん、お前。あかんか、あかんか。一人は倒せる。よし。どれぐらい？ 200! 痛すぎる。痛すぎるわ、お前。ニクソンの防御力が低いんだろうけれども。経験値どれぐらいくれるかだな。うん。そんなにくれない。変わらず、変わらずっていう感じだな。あ、やっぱりこっち側から回っていく感じだね。なんかありそうなんだけどね、他にもね。うぇい。なんかごっついの出たな。土ベヒーモス。ちょっと待って、エネミーデータみんな忘れた。エネミーデータ。エネミーデータ。3500だと？こいつボスクラスにやべえぞ。状態異常は意外と、状態異常は意外と耐性がないから、毒視野、忘却、巨乱。あ、であれば、であればいけるぞ。状態異常にしよう。ベーネちゃんのターン、ベーネちゃんのターンが、ちょっと待て待て。どん、ちくしょ、通常攻撃を許した。アビリティ、補助魔法、パラライズ、スローじゃなくて、狂乱にしよう。狂乱はちょっと待て、いまいちだったな。忘却はいまいちだろ、パラライズ。パラライズやってみようか。どうじゃい？ミスー、ミスかー。ハードアタックにしよう。よし。誰誰誰、うわー、マジかよー。フォーフォー、ふざけんじゃねえでね。だがレイク一人でもなんとかなるはずだ。クラウンドシェイカー、何それ。こいつやりおる、こいつやりおるぞ。ヘイトレッドエッジ。つうか、この戦闘はね、戦闘終了時に、死んでても経験値入るみたい。勝ちさえすればいいみたいな、そういうことらしいです。うわぁ、よかったぁ。つえぇ。急に強い敵が出てくるんだもんなぁ、これ、このゲーム、ほんとに。困っちゃうわぁ。うぇい。ふぅい。もうちょいだ。もうちょいでつけるぞ。つか、新しい武器防具が欲しいんだが、そろそろ。ふぅぅ、ベヒーモスまた出てきた。おい、着いた。お、結構発展してそうじゃん、ここ。どれどれ、セーブして。で、まず新しい武器防具、売ってくれるよな。売ってくれない。売ってくれない。売ってくれないか。そうか。じゃあ結構だ。邪魔したな。ういっす。会場都市シュベスには行ってみたかい？あそこはいいぞ。なんだって海の上に街が浮かんでるんだ。文字通り寝ても覚めても海。海好きのやつには最高の場所だぜ。海辺の女、ホワイトウィングにダルムシュタット。西部大陸には垢抜けたスポットがいくつもあるのに、こっちはそんなのまるでなし。いつか向こうに住んでハイセンスな日々を送るのよ。おのぼりさんかい。やで、泊まるか。チーズ。いらっしゃい。休憩する。カウンターの目の前にベッドがあるってさ、ちょっと寝にくいんじゃないの？カウンターの人、凝視しまくりやろ、これ。めっちゃ視線を感じながら寝る感じなんかな、これ。そう。寝づらいだろうな。まあ、一応ちょっとね、視線からは外れる位置に寝たけど、寝づらいだろうな、これな。しかも3人ベッド一緒っていうね。何にもないな、この街。こんだけか。ちょっと、何、船に乗ったらええの？もう。
乗りたいです、船に乗りたいです。船ないやないか。うん、乗る乗る。イエス。え、しばらくここへ戻ってくることはできません。よろしいですか。いいですいいです。おーおーおーおおお、どこなんどこなん、どこに行くの。あ、あのちょうど真ん中にポツンとあるあれか。なるほど。おお、すごいじゃん。もう本当に本当に海の上に要塞みたいな感じで浮かんでるんやな。すごいなこれ。エピソード6、海上都市イベス、暗き海からの来訪者。もうエピソード6か。着いた。帰れへんの。帰れへんみたいそれはすぐには帰れへんって言ってたしな。なんか近未来チックだね。チーズ。この街は予想と一風変わった構造をしている。なんたって海上都市だからな。例えばここにあるエレベーター、こいつを使って上の市街地へ移動するのさ。エレベーターがあるなんて発展しとるな。おお、すごいじゃん。すげえ、ハイテク都市やな。へえ、いいね、いいね、こういう雰囲気。あ、一変したな。市街地は普通なんだ。ここは人の出入りは多いけどな。大体は観光とか単なる通過で、実際に住んでる数はそれほど多くないんだよ。この住宅街に住んでるやつだって多くは俺たちみたいにサルベージャーだ。なるほどね。海から何か引き上げてるってことか。あ、ちょっと待って待って待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 て。な、う？あ、なんか光ってる。クラーナ、はい。あはー、クラーナのレベル2か。なるほどね。それは良さそうだ。ん？何もない。あ、民家の入り口がないんですけど、この街。上にも行けたな。左に行ってみるか、とりあえず。お、道具屋がある。そしてあそこに樽がある。こうして見てても、ごく普通の街並み。とても海の上。プレードに乗った街とは思えない。やはり、さすがはロビン。業界トップ別次元の技術力だな。ロビン。さあ、あの裏にある樽にまたいいもんが入ってるんと違うかい、これ。ほらね。リフレッシュドリンク。様々な自然製薬エキスを凝縮した最高級医薬飲料水。メンバー一人の戦闘不能以外の全不利状態を回復する。へー、なるほど。万能薬っちゅうこと。なんか売ってくれるのかい。いつまでブロンズなんだよおめえよ。いつまでブロンズなんだよおめえよ。そろそろシルバー売ってくれてもええんとちゃうか。いつまでもブロンズセイントじゃきついものがあるぜ、これからの戦い。私は昔からここに住んでるんだけどね。前はもっと整然とした小気ない町だったんだよ。まさに海の男たちがガラクタ持ち寄って作った点で色気のない町さ。それがまさかこんな綺麗な町になっちまうとはね。ジャジャ馬のカラミティ・ジェーンもやっぱり女の子だったのさ。カラミティ・ジェーン誰ですか。船が故障しちまって修理の間何もやることがなくて困ってんだよ。この町は実は娯楽がかなり乏しくて、仲間内のポーカーにも飽きたし、どうしたもんか。壊れたの。それは困ったね。ここはメインストリート。この先の海上歴史館ではこの海の歴史を知ることができる。中にはなかなか興味深い逸話話があってな。個人的には一押しだ、一押しだ。こんなか、見てみようか。えじゃあ港ちゃうのここ。ダルムシュタットは世界一の商業都市だからな。こうやって届く荷物も半端じゃないんだよ。へえ、チョイス。ここはダルムシュタット行き、乗せてよ。ダルムシュタットでいいから行きたいっす。あかんの。こっちかい？こっちに博物館があるんかい？あ、ちょっと待って。あ、宿屋か。あそこ宿屋か。まあいいです。誰ですか？女性。ここの街並みって思っていると整ってるわね。いくらロビンによる復興が進んだとはいえ、サルベージャーが集まって作られた街ですよ。もっと整然としていたのを予想していたのよ。そうだよね。海の男たちの街って感じではないよね。何にもないな。なんかあってもいいじゃろ。何にもないな。なんかあってもええじゃろ。この先を進むとサルベージボートだ。サルベージ艇が多数停泊している。もっとも中に入るにはここでサルベージャー登録をしないといけない。サルベージャー登録ね。あーはー、ちょっと待って。博物館っちゅうの行きたいんやけど。博物館どこにあんの。こっち、こっち博物館って。ここもドッカ行きの船のドックなんてちゃうの。多分そうだろうな。ここはどこだろう。ここがあれか。あっち行きかな。なんだっけ。
どこに行くんだっけ。ロビンがこの町の再興を手掛けて、再建を手掛けて8年が経つのにまだ連中の工事は続いてるんだ。定期的に大量の資材を搬入しちゃ、海底の方でガチャガチャと。とっくに町なんか完成してるのにこれ以上何をいじくり回すって言うんだろうな。技術にあの考えることはわかんないぜ。変形合体ロボちゃうかこの町。多分そうやで。あ、そうです。実は船故障しとるんやろ。知ってます。やっぱりな。何者かの悪質ないたずらで船の操舵機構が破損。安全確認のため今日の出航は全て見合わせ。こんなこともあるのね。ついてないぜ。こっちは早くホワイトウィングに行きたいっちゅうのに。まあまあそう行き急がずに、明日からは通常運行に戻るのですから。今日一日ぐらい別にいいでしょ。そうやね。せっかくだからいろいろと街を歩いてみない。そうですね。特にやることもありませんし。そうだな、観光だ。ちょっとレイク、付き合ってやれよ。そういう姿勢は感心しませんね。そうやって若いのに体を動かさずに寝ると、命や魂の活動性がみるみる錆びれて味気ない人生を過ごすことになりますよ。知ったことが。そもそも初めから期待してないぜ。なんとま、不死のさ、嘆きが聞こえるようです。まったくだわ。なんでそんなローテンションなの。ローションに見えました。自分のことじゃない。知らないもんは知らない。ただこねんなやレイク。ただこねんな。本当だよ。思いがけず困った人ですね。いるよ。いる、こういう子供、本当に。いい、もう今日は部屋で寝てるからいい、もういい、つってんじゃん、みたいな、そういう子いる。ですね。肝心なのは行動に移ることです。無理やりにでも街中に、を引きずり回すこと以外良策はないかと。ほら、行かない。レイク、いい加減にしなさい。いい加減にしなさい。怒りますよ、お母さん。いい加減にしないと。あなたのためを思ってるのよ。そんな生き方だと腐る一方じゃない。お前には関係ないだろ。殺されようが落ちようが俺の勝手だ。まあそうだけど、理屈は結構よ。とにかく一緒に行きなさい。わかったわね。ベンさん怖いっすね。たく、まるで昔の入り江だな。なんだってこの年で説教なんか。何をブスブス言ってるの。説教されるようなこと言っとるからやろ、レイク。行くぞ。行けばいいんだろ。ここで折れるところがまあ多少は大人っちゅうとこだろうな。まことなる子供であれば、ここでも散々ダダをこねるんやろうけど。じゃあどうする。博物館に来たんやけど、博物館どこにあんの。博物館はどこにあんのよ。おー、サルベージャーがホゲホゲとか言ってたね、この上ね。お、お、こっち全部あれなんだ。全部エレベーターで下に行くんだ。なるほど。ファーン、ファーン。お、入れないんだろうな、多分な。この先はサルベージボード、数々のサルベージ艇が停泊している。あいにくだが登録されたサルベージャー以外は立ち入り禁止だ。すいませんした。すいませんしたね。あり、右上にも行けたよね。右上、この真ん中の上も行ってないね。行ってみようか。あ、ここ博物館ちゃうか。すごく面白かったよ。また来たいな。うちの子供もう息をするの忘れるぐらいに食いって見学してたんですよ。こりゃ将来は歴史学者かな。親バカやな。ここでユベスの辿った世にも奇妙な歴史をご覧になることができます。入場は無料ですので、どうぞお気軽に。へー、親子連れも多くいらっしゃいます。うちの子も夢中で見学した。へえ、そうだ、いいね。とっても面白かった。子供に受けがいいなんて、いい歴史博物館なんじゃないの。右に進めてきてる。天の弱的に左に。まあ、順序通り行こうか。そうじゃないとちゃんと歴史がわからんかもしれへんな。お、ちょっと、邪魔やで、ガキども。俺に一番前特等席で見せろや。そこなんだ。ミオエクスプローラーとユベスの神隠し。この会場都市ユベスの誕生には非常に古く、そして数奇な経緯が絡んでいます。そしてその発端となるのがある一人の女性です。世界二大女性科学者、ベネディクタ・フィジェキャサリン・リオ。はてなはてなになってる。没日時がわからないってこと。ご存知でしょう。今回のお話はこのうちのキャサリンにまつわる話。そう、彼女の辿った数奇な運命こそが、このユベスの誕生に密接に繋がっているのです。へぇ。彼女が生まれたのは実に90年前の2732年。ごく普通の家庭に、ごく普通の女の子として生まれました。
すごい運命だな。誕生、事故により右足切断の重傷、魂に関する新説を発表、リオエクスプローラー結成、メンバーが相次いで失踪、ユベスの神隠し。なんやそれ。しかし彼女が15歳の時、彼女の一家は不幸にも大事故に見舞われます。両親はほぼ即死、キャサリンは偶然会わせた民間人によって奇跡的に救出されるも、右足を激しく損傷。それは医療処置にて右大腹部切断以下切断という重傷でした。辛いな。若くして片足を義足で過ごす人生を強いられた彼女。しかしこの一件を境に、彼女は突如として神宿り的な知能を発揮します。そして事故から3年後、2750年、魂に関する新説を論文にて発表、一躍世間の注目を浴びました。へえ。そもそも当時、魂に関する研究は基本的にオカルトとして認識されており、実際それに関する論文もいまいち物証や論証に欠けるものばかりでした。しかし彼女の論文はこの判例を大きく覆す、すなわち物証と論証に富んだ極めて信憑性の高いものだったのです。その方面の学会も含めて世界が湧き出しました。若き天才の誕生、かのベネディクタ・フィジテの再来が。へえ。やがて彼女を支援するスポンサーも現れ、2752年、彼女は他のよりすぐりの若手研究員を集め、魂に関する研究チームリオエクスプローラーを結成。文字通りドリームチームがどうなるか、いかがなる活躍を見せるか、世界中が注目しました。しかし3年後、突如としてチームはそれまで行ってきた研究結果公表の停止を発表。さらにはその直後からメンバーが相次いで失踪、さらにはキャサリンまで失踪し、メンバー全員の行方が不明となりました。このセンセーショナルな事件に数々の憶測が飛び交い、いつしか彼女たちが辺境の大陸ユベスに密かに移り研究をしているという噂が流れるようになりました。ユベス大陸とは、現在海上都市ユベスの位置を中心に当時広がっていた未開の大陸です。メンバーの安否を気遣う人々は、この噂を受けて捜索隊を結成、ユベスに捜索活動を展開。しかし結局、誰一人のメンバーを見つけることはできませんでした。そんな中、1762年にユベスの神隠しが発生。ユベス全土が突如として光に包まれ、わずかの間に完全消滅したという世界で最も奇妙な事件です。事件とかいうレベルではないやろ、それ。事件発生後、学者たちは、募って長女を、大海穴が生じていることが判明しました。何なの。しかし結局これ以外特筆すべき結果は何も得られず、ユベスの神隠しの原因を突き止めることは誰にもできませんでした。その後原因について諸説が入り乱れる中、この現象はユベスに渡ったリオエクスプローラーが引き起こしたものであるとする説が浮上。その当時より抜きん出た質疑を得て、今に至っては最有力の歴史的解釈として定着しております。そんな歴史定着でんか。つうか、子供が興味津々に見る内容か、これ。子供が興味津々に見る内容ではない気がする。ちょ、待て。出れなくなった。ちょっと、次行こうか。録画時間が大丈夫か。ちょっと聞かせていいや。ういっす。はい。今度は何すか。サルベージャーと海上都市ユベス。リオエクスプローラーがユベスの神隠しに伴って作り上げた穴、これこそが海上都市ユベスが誕生した最も直接の要因です。サルベージャーってことか。なるほどね。サルベージするんだ。周辺区域の岩流は大きく変化、それは不安定かつ複雑なもので、その海域は一転して航海の難所と化しました。今でこそ航海技術と船の安全性の向上により沈没事故はほとんど起きていませんが、未発達の当時は多くの船が難所たるユベスの海に沈んでいきました。そして沈没した海の船の中には金銀財宝を積んでいたとされるものも決して少なくありません。すなわちこのユベスの海、大海の底はまさに海の藻屑と沈んでいった宝の山なのです。なるほどね。時が経ち、航行技術が発達、海底調査が可能になると、サルベージという仕事が誕生します。これは海底に沈んだものを海上に引き上げる仕事で、その職業人をサルベージャーと言います。前述の通り、ユベスの海は宝の山でした。一攫千金を見めるサルベージャーらは即座に目をつけ、この一帯に集結、我先にとサルベージを行いました。
まだ同時にユベスの神隠しの真相を知るほどに執念を燃やす人々も海底捜査の目的で集結。ユベスの海は世界で最も鮮やかな海となりました。彼らは最初のうちは遠く離れた陸地を拠点としていましたが、やがて移動のタイムロスを惜しんだ人々は海上に拠点を建造する試みを始めます。これが海上都市ユベスの始まりです。なるほど。プレゼンテーションは以上です。反応ないな。食い入るように見てるな、この人たち。お、はい、今度は何すか。ユベス崩壊とロビンによる再生。サルベージャーによる海上拠点建造の計画はまさに試行錯誤の連続で、作っては嵐に壊されることの繰り返しでした。しかしその過程で拠点は着実に強固なものへと進化、最後にはあらゆる嵐に耐えるものが完成しました。そして彼らはそこでの生活を開始するとともに、この拠点を海上都市ユベスと名付けたのです。以後海上都市ユベスは長い間嵐にも屈せず、彼らの生活の場であり続け、同時に海運の要所としての地位も築きました。しかし今から8年前の1814年、観測史上最大の大嵐、通称カラミティジェーンが、カラミティジェーン、嵐の名前なの。その圧倒的な破壊力の前についにユベスは壊滅します。サルベージャーの拠点にとどまらず、海運の要所でもあったユベスの崩壊は世界的に重大な問題でした。この際いち早くユベス再建に名乗りを上げたのがローズバーググループ系列の工場会社ロビン、はあ、ローズバーググループなんだ。グループ会長ゲオルク・ローズバーグの意向により、ロビンは完全なボランティアでユベスの再建に着手、さらなる安全性を追求し、全く新しい構造を持ったユベスが建造されました。現在のユベスは海中の制御基地、海面プレート、マウントプレートの3段構造になっております。へえ。制御基地はユベス全体のあることどもを制御管理、また上の2枚のプレートを支え、さらにはユベス全体を微速航行させる機能を持っている。へえ。海面プレートは主に港の役割を果たし、東部大陸ホワイトウィング、ダルムシュタットの3方面から来る船を受け入れとともに、数多くのサルベージ船もそこに停泊しています。なるほど。マウントプレートは都市部です。海上20メートルの位置に、高い位置にあるため、嵐にあっても風の影響だけで高波の影響はまず及びません。現在もロビンによって海中で様々な工事が進行中で、ユベスは日々とどまることなく進化をし続けています。なるほどね。プレゼンテーションは以上です。はい、あ、終わりなんだ。子供が食い入るように見る内容だったかどうかは分からんけど、楽しかったら悪くありませんでしたね。ええ。興味深くて面白かった?レイクもそう思わない?レイク!すねんなよ、レイク!本当にもう。もう少し何か言ってあげないと、これでは質問した方が救われませんよ。本当やで、レイク。さっさと宿屋に行くぜ。まったく、この人は。素直じゃないわね。結構まじまじと見ていたのに。他に見るわ。かわいいな、レイク、意外と。なんなら女性客の品定めでもしていた方がよかったか。別に構わないわよ。健全な選択だわ。でーねー。でーねー。いくらあなたでもさすがにアセクシャルではなかったはず。アセクシャル?やれやれ。もういい。俺の負けだ。だから早く宿屋で寝かせてくれ。疲れちまったよ。疲れたのはベーネとニクソンちゃんの方やで、これほんま。ったくもう、ちゅうところで今回のバードは切りましょうか。なんかずーっとひたすらか、なんか、ね、ストーリーの進展はあんまりなかったけど、まあええか。じゃあ次のパートでお会いしましょう。またねー。